株式会社モンシェールは、大阪府大阪市北区に本社を置く、洋菓子の製造、販売、サロンを経営する会社である。在日韓国人の双子の姉妹である、金美香と金遥香により2003年9月4日に有限会社モンシェとして設立され、2007年7月25日より、株式会社モンシェとなり、2012年10月1日より、現在の社名となる。また、 二人の姉は経理担当として経営に参画している。以前はアンビエント、道島ホテル内にて販売していたが2006年に退去し、現在は関西、関東を中心に複数の店舗を展開する。2010年10月には上海のワールドフィナンシャルセンターに海外一号店、2011年1月に上海久光百貨店に二号店、同年11月には 上海メトロシテティに3号店をオープンした。銅島ロール創業時よりロールケーキ、銅島ロールを製造・販売する。この銅島ロールは2010年モンドセレクションで最高金賞を受賞した。2009年時点で商品を買うための行列ができていた。2012年5月10日、労働基準法違反の疑いで、天満労働基準監督署から残業時間の短縮と、 過去2年にわたる、未払い賃金の支払いを求める是正勧告を受ける。正社員に対しあらかじめみなし残業時間を設定し、定額に固定した残業手当込みの月額給与を支払っていたが、実際の残業時間はみなし残業時間を大きく超過していたことが、法令違反とみなされ指導される。関西空港発の日本航空の一部路線では、 道島ロールを機内食として提供する企画も存在した。ありがとうございます。